こんにちは、サグです。今回はハニプレのね動画をね、撮っていきたいかなと思ったんですけど、できませんでした。はい、なんでねできなかったかっていうと、ちょっとね昨日かな、昨日追加された曲で、なんだっけな、第3次プリン戦争っていうすごいタイトルのね、俺今日のこの曲俺知らなかったんだけど、まあとりあえずね昨日追加されて、まあフルでねこうやって追加されたんだけど、あとねハニプレで史上では初めての、26難易度、今まで25までしか難易度がなくて、で26が新しくね追加されたっていうの俺知らなかったんだけど、まあ今日知ってね、昨日リリースされて今日知って、で今やってたんですよね、プレイ動画をいつも通りね。まあ案の定ね、一発でクリアできないかなと思ったんで、ちょっと練習してたんですよね。で、まああまりにもできないから、ちょっとオートプレイで見てみようと思って、でその録画したものを見たんですけど、これは無理だなって思いました。いやー、これちょっとねやばいんだよ本当に。いや、これね事前に俺話すと、どれくらいの俺の実力があるかっていうのをまず話さないといけないよね。プロセカーやってってたらまあ分かりやすいんだけど、プロセカで俺はビターチョコデコレーションとか、なんかそうだったとか、なんか31を結構フルコン最近できてるのよね。で31をフルコンぐらいできるぐらいの実力は持ってるんですよ。それぐらいの実力の人じゃ結構きついかもしんないってレベルで、ガチでむずいの来ましたんで、みんなと見ていきたいと思います。さあ来ました、とりあえず見ていこうか。今回ね本当にやばいから、どこがやばいかちょっと説明するね。まあこれはねオートプレイなんで、ぜひ見ていきましょう。まあこの辺はねまあ早いんですよ曲がね。まあいいんだけど、まあその辺はどうでもいいんだけど、どうでもよくはないか。でね、結構早いなとは思って、ここね、いやここはねいけるんですよ俺、割とここは連打でね、連打早くしたら大丈夫なんだけど、まあどこがやばいかちょっと説明するね。いくよ、これ音聞いて、音これやばくない？これちょっと待って、止めていい、一旦止めていい？これやばくない？本当にねこれね、ロングノーツで押さえながらこの速度で交互に動かさないといけないんですよ。ただの連打じゃダメだよこれ、ロングノーツを押してる時間とかもあるんで、やばいんだよねこれね早すぎるのよ。なんかさ、仕事始まる1分前みたいな速さしてんのよこれ、やばくない？ここちょ、もう一回見てっていい？もう一回見てて、巻き戻すのちょっと大変なんだけど、さあ来ました、ここね。いやこれ速くない？マジでちょっと本当にさ、これやばいのよ、ここがやばい一番本当に。ねえねえ、これねやってない人、ファニプレイまだやってないよって人、これやってみてほしい。実力ある人マジでむずい。これただの連打じゃこれ応用効かないんで、左右っていうこの交互の左右のタップじゃ効かないんで、ちゃんと長押ししないといけないから、ガチでむずいですっていうご報告です。これね、口で再現すると、なんか運営さんさ、嫌なことあったんじゃないかってぐらいさ、すごいの来たよね。なんかのり弁の中にハエが入ってたみたいな、そんな嫌なことがあったのかな。ということで見ていきました。これはですねやばいんで、まあ実力ある方とか、鑑賞用としてね俺楽しみたいと思います。今の俺じゃできないピエン。